どんどんやっていきます。若干暑いな、まあ、冷房入れてないから当たり前ではあるか。ちょっとお待ちを。よいしょ。自己紹介はしたもんね。はい、今日は、ジョン・マイ・ラブでした。お久しぶりのお昼公演でした。最近っていうか私の時なんか結構朝公演多いような感じがして、ちょっと朝公演に慣れちゃってるからさ、今日公演終わった後になんかああもう今日の一日これからだとか思ってたらそんなことなかった。なんかねちょっと朝公演に慣れちゃった。本日見に来てくださった方ありがとうございました。そして今日で漂流39回目だったんですけど、まあ、ツイッターでは言ってないんですけどね、その今までのてっちゃんの中で出演回数が最多出演回数の記録を更新しました。そう、これまでの最高がハマちゃんの38回だったんですよ。そうだったよね確か。で今回私くし今日で39回になりましたので、何も言わずにピースだけするという。そして次回で40回目を迎えます、はい、そう40回多分。でもまだまだこれからもどんどん回数を重ねていけると思っています。4期でどうなんだろう、50回いけるかな、どうなんだろう。いや、いけるか。いや、何回まで行くかね、私決定。何回まで行けるんだろうか。そうか、20かに50回か。宇和島公演の日でしたっけ。ちょっと忘れた。この前宇和島公演だったよね確か。宇和島、あれ東京公演もあるんでしょ。東京公演もあるんだけど私が出るかは知らないですね。ほんと東京公演、ジョン・マイ・ラブ東京公演あるんですけど、宇和島は10月22だよね。あれなんかどうだったっけ、50回がいつだったかちょっと忘れちゃった。24か。でなんだっけ、そう東京公演はあるんだけど、ほんとどうなるかわかんない。
いやまあそうですよ、まあ、東京公演が6日間なんですけど、6日間じゃない、あれ3日間で、3日間で6公演確かなんですよ。でまあ誰が出れるかはほんまに分からんけん、うん、全然私が出ないっていう可能性もありますし、そう、鼻声ではないと思う。あでも、まあ、最近鼻声気味なのかな。でもなんか普段から割と私こんな喋り方なんで、そんな鼻声ではないです。鼻声だった時期から比べると鼻声ではない、今今日は。そう、今日はねちょっと若干画面がねちょっと薄暗いと思うんですけど、ちょっとごめんなさいね。まあ東京公演はね、その前徹ってなってもあの6公演しかないから本当全員は出れないんですよ。そうだから本当もうその6公演に入れるのは誰だっていうことです。そうそう、だからもしあれだったらみんなお願いしてくださいお願いをしてください。まあほんと地方公演もね、誰が出るのか全く分かってないので、分かってないっていうか発表はされてないので、そうそう、今日ね、かつらして結構ボサボサかなって思ったけど、髪割とまとまってる気がする。やっぱいいシャンプー使ったからな。だな、大阪でジョンマイラブあるのかな、うん、ないと思います。今のところ発表がないから、そう発表がありませんから。まあね、本当はどうなんだろうか。私的に個人的にはやっぱ岡山誕生日だし行けたらいいなとは思うけど、まあどうなるかは分かりません。本当にこれでもし私が出れなく、私じゃなくてもみんな怒ったりはさすがにしないか怒りは多分しないと思うけど、そうそう、ね、土佐清水は一番行きたい、それはわかる。でもあれだよね、土佐清水ってチラシでは発表にはなってますけど、あれですよね、ホームページとかでは発表されてないよね多分。そうそう、だからどんな感じで、
なんか詳細が発表されるのかちょっとよくわからないですよ。またね、もろもろ発表はあると思いますけど、皆さんそれをお待ちください。まあ、次がね、あ、ホームページに載ってるんじゃ。そう、それは知らなんだ。次はあさっての金曜日、あれ違う、あれあれ明日木曜日やんね。今日28か。で、あさって金曜日が貸切公演です。でもそれ終わったらさ、10月だよ。もう何もしとらん。そっか。今日火曜日だと思ってました。テーペロ。あとで訂正しなきゃ。訂正入れます。誰も金曜日だよって書いてなかった。そういえば完全に今日火曜日だと思ってた。ちょっとね、ちょっと曜日感覚が変になってます、私。そう、そろそろ白湯飲めるかな。あ、いけそう。うん、ちょうどちょうどいいけど咳込んだ。ごめんなさい、ちょっと変なとこに入っちゃった。さあ、今日はじゃあ何の話をしようかね。白湯が美味しい。本日の議題を募集します。コメントに書いてください。るんちゃんはスケロクやスシエモン行きますか？行ったことない。スシエモンって何？え？やばい、スシエモンは知らない、スケロクはわかるけど、多分でもどっちもご飯屋さんですよね。行ったことないんですよ、どっちも。芋炊きシーズンもう食べた？まだね、芋炊きは食べてないですね。あ、愛媛だけのチェーン店。あ、そっか。でも確かに東京でスケロクって見たことない。寿司エモンは行ったことないね。スケロクも行ったこと、さっきも同じこと言った。ね、芋炊き食べたいな。里芋好きになってから芋炊きって私食べてないんですよ。だからね、早く食べたくて。そう、まあ、芋炊きって愛媛の郷土料理なんですけど、そう、里芋好きになったのが今年の3月とかなんですね。で、芋炊きって結構秋の
秋だからその季節的には。そうだからね、食べてみたいんですよ。そろそろコスモスが咲くのかな。劇場の裏にコスモス畑ありますけど、あのまだね開花は 30% ぐらいらしいです。芋炊きっていうのはまあ愛媛の郷土料理っていうのはさっき言ったけど、どんなのかって言うと一応なんか醤油ベースの、なんて言うんだろうか、まあ醤油ベースの味付けで、まあ里芋は絶対入ってるんだけど、まあ家庭によっては違うんだけど、うちだとあの人参とかこんにゃくとかお団子とかごぼうとか鶏肉とか、あと何入ってたっけ、椎茸とかが入ってるものなんですよ。で、だいたい締めというかちょっと具材なくなってきたらうどんを入れるみたいな感じなんですけど、めっちゃ美味しいよ。若いのに珍しい。そうかまあまあ、でもなんか渋いねとはでもよく言われます。でも私全なんだろうな、まあ、洋食も大好きだし、まあ、中華も大好きなんですよ。ほとんど行かないんだけど、そうそうそう。でも結構確か最近は和食が結構好きかもしれない。なんかなんだかんだで和食、なんだかんだでって言い方変だけど、なんだろうか、なんかその体にいいものを食べようってなると和食になるかも。そうそうそう、なんかなるべく健康なものとか体にいいものを食べようって思ったら和食が多くなって、でどんどん食べていくうちに結構好きになったっていう感じですね。好き嫌いあまりない。まあなくなりました、結構好き嫌いは。前は好き嫌い激しかったんだけど、そうそうそう。でも渋いとはよく言われるけど、そうなのかなって思いながら、でも逆にその私の年齢、私と同年代ぐらいの子は何が好きなんだろうか。まあ、魚とお肉は、うん、そうですね、若干今魚、あでもどっちも好き、うん、前だったらねお肉が好きだったけど今は魚とお肉って感じですね。やっぱりスイーツ。でもスイーツってご飯ではないよね、わかんないけど、確かに鼻声かもね私。うん、ごめんね、あくびしました。まあ確かにマーズの住人はいますからね。でもスイーツは私も好きなのよ。ほとんど食べないんだけど、そう、なんか食べたい時に食べるようにしてる。なんか毎日食べるとちょっと気持ち的にあーってなっちゃうから、スイーツは食べたい時に食べようって思ったらまあ食べなくなっちゃって、いろいろ気になるスイーツはあるのにほとんど食べれず終わるっていうことがほとんどです。まあ、でもなんか私もね、なんかよく食べるのが和食っていうだけなんですよね、ぶっちゃけ。なんかなんだろうか、私の場合は結構その健康にいいもの食べようって思った結果和食を選ぶことが多いから、なんか
だ決して和食の方が好きだから選んで、まあなんて言うんだろうな、まあ、なんか最初選び始めた理由が和食の方が好きだから選んでたってわけではないんですよ。まあ、最近は和食結構好きだから結構選ぶんだけど、そうじゃないんだよね。そう、なんかルンちゃんってよくサラダチキン食べるけど、サラダチキン好きになのみたいに言われて、いや別にまあ好きなんだけど、好きだから毎日食べてるわけじゃないんだよなみたいな感じなんです。うん、だから、まあ、お肉は私全然食べます。そう、お肉は食べる。あー、私ね薄味大好きなんです。そう、味薄いの好きなの、だから全然 OK。まあ、味濃いものも大好きですけどね。そう、まあそう、なんだろうな、やっぱそういうふうになんか健康なものとか体にいいものって思ったら、まあ、和食を選びがちです。まあ、洋食とかっていうか、まあ、洋食とか中華とかは食べたい時にだけにしようって思ってますね。そう、うん、だからまあよくスーパーでお惣菜買うんですけど、何買うかな、今日はアサリ買いました。なんか売ってあって、アサリあんま、まあ見かけはするけど、あんまなんかアサリを買って食べたことなかったからさ、私普段よくホタテを買って食べるんですけど、夜とか特に。今日の昼唐揚げだったんですけど、だいたいそういう日は夜は魚介系がいいなって思って、まあ魚介系、うん、まあお肉じゃない、まあ、お魚系が、まあ海鮮系がいいなって思って、だいたいいつもそう思ってるんですけど、結構ホタテを選びがちなんです。昨日もホタテだったんだけど、ちょっと今日はホタテじゃないのがいいなって思って、でもタコも割と食べるしって思ったら、アサリ売ってたからさ買いました。アサリの味噌汁とかさ、なんかお吸い物とかそういうのはよくね食べるんやけど、アサリをそのまま食べたことないから新鮮でした。めっちゃでもそう、なんか自分でなんかそのアサリ買って何もかけずに食べるってことないから、ちょっとびっくりしました。でもアサリの味噌汁とか美味しいですよね。お吸い物結構好きなんだよな。そう、お吸い物好きなの。お吸い物、そう、ルンバさん、はい、ルンバです。急なウサギ、こっちの前髪がさ結構伸びて、たまに歌ってる時にね髪の毛入ってめっちゃ食べちゃうんですよもぐもぐしちゃう。でも私魚介系でも、まあ、好き嫌いは結構なくなったけど、ちょっとやっぱ食べれないものってあって、まあ食べれないというか、ちょっとまあ食わず嫌いも若干入ってるんだろうけど、
ウニがちょっと苦手なんですね。ちょっとこれは食わず嫌い8割で、まあ、ちょっとは食べたことある気がするんだけどみたいな。そう、ウニがちょっと苦手です。あ、でもそう、今日なんか焼きたらこにしようかなとも思ったんだけど、アサリにしました。なんかでもやっぱウニもなんか美味しいとことそうじゃないとこあるって言ってたから、そう、まあ、美味しいとこで食べたら美味しいよって言ってました。あとな、私あれ好きなんだけど名前が思い出せん。アワビだ。アワビは好きですね。でもアワビもお店によって美味しいとことそうじゃないとこがあるって言ってて、私が行ってるお店は美味しい。やばい、気がついたら食べ物の話してたじゃん。そろそろ次の、あ、でもそう、牡蠣もちょっとね食べないんですよ。そう、牡蠣は食べたことあるんだけど、なんか牡蠣フライ食べた時になんかめっちゃ汁が出てきてびっくりして、牡蠣ってこんな感じなんだって思ったら、でも今だったら牡蠣食べられそうな気がする。その時から全然食べてないから、多分今だったら食べられるかも。そう、でも結構なんかやっぱ海のミルクって呼ばれてるじゃないですか。だからめっちゃ汁っていうのかな、あれが出るのが私はちょっとうおーおーってなってめっちゃ驚いた記憶がある。牡蠣フライ絶対、てかフライが絶対美味しいと思うから食べたいな。まあ、食べたことあるんだけど、食べたのが牡蠣フライだったんですけど、そう。さあ、じゃあ次のお話に行こう。できれば食べ物以外の話がしたいな。ちょっともうほんと困っちゃうことに、私食べ物の話ばっかりしちゃうから。そう、あ、じゃあちなみにそれ決まる間に今日の服は全く見えないけど、ここにビスケットはギンビスって書いてあります。これは GU で買ったたべっ子動物のコラボ T シャツです。今日初めて来ました。背中にねコウモリのあれがあります。手塚治虫漫画の話、でもちょっと待って、私できる自信ないよ。アトムもアニメ30話ぐらいしか見れてないからあんま話せる自信がないかもですけど、いいでしょうか。服買うときにこだわりとかありますか？自分のときめきを大事にしてる。そう、これが全てです。服買うときは自分のときめきを大事にしてます。うん、だからやっぱそのよく買うお洋服屋さんで見てもときめきをちょっと感じなかったらあんまり買いません。まあ、基本的によく行くお店をまずは回って、で、まあ、あと古着屋さんなのかな。まあ、古着屋さんに行くことはしばちょいちょいあるんですけど。そう、私はやっぱもうときめきを大事にしてる自分の。ときめきっていうのはこの服かわいいっていうキュンみたいな、そんなときめきを大事にしてます。
だから例えば、ああまあこの服かわいいかもって思っても、なんか試着したいみたいな、そこまで行くときめきがなければ試着はしません、基本的に。そう、まあ直感を大事にしてます。まあ、あとお値段もね、私そんな高いものを買えないから、お値段もすごい大事にはしてるけど、どうしても欲しかったらちょっと高くても買いますっていう感じです。まあ浜服そんなすごい高いお値段の買ったことはないんだけど、そうそう、やっぱ直感がでも全てです、私は。今一瞬電波悪かった？大丈夫かな？一瞬なんか画面がうんってなった気がしたから。じゃあちなみにちょっと、いた、背中の、全然見えない。こんな感じです、背中の垂れ込みです。私ビスケット菓子大好きなの。そう、とかクラッカーとかも、クラッカーも好きですし、あ、まあ電波悪いとかちょっと悪いかもしれないね、ちょっと悪かったら本当ごめんなさい。じゃあ、あと1個ぐらい何かお話ししたら、ちょっとショールームも終わろうかな。何の話しましょう。また議題を募集します。議題って言い方。そう、私はもう皆さんにもっとトークテーマを委ねてしまっている。生誕祭入りたい、まあ生誕祭がそもそもあるかどうかっていう話なんですよね。あ、私のってことじゃないか、誰かの生誕祭なのか、それは頑張れとしか言えないよ。何がいいかな。そうね、ジョン・マイ・ラブの共演者さんとかそういう系はまた今度なんか改めていろいろお話できたらいいなと思っております。4期のキャストさんのことはまだあんま話せてないからね、どっかで話したいな。初詣とかでおみくじは引くタイプ？絶対引く、絶対引きます。うん、引く引く、今年の運勢占うよ。まあ確かにそれはね、本当引く人引かない人ってまあ自由だからね、あれですけど、私は引くというか、なんか神社に行くと引く。まあ神社にそんな行かないんだけど、ぶっちゃけそれなんかそうだな、
まあ、ここの神社行きたいんだよねみたいなのがあったら、そこに行った時におみくじ引くことはありますね。あれ、今年は初詣には行ったけどおみくじは引かなく、やってなかったんですね。そうだから引かなくて、あれ、なんか親がたまにさ、親が代わりに引くとか結構あるんです、そういうことが。そう、それで当たってんじゃんとか言うんですけど、あれだな、私深大寺に行ったのは去年だから、それが今年かなって思ったら去年でしたわ。あの深大寺っていうのが調布だよね、あれあるんですけど、結構その鬼太郎の作品でも、特にロッキーとかはちょうど深大寺のとこ出てきたし、その深大寺っていうとこの近くに鬼太郎茶屋っていうお店もありますし、そうそう。でも神社っていいよね、なんかあの雰囲気結構好きで、そうそう。お守りはまあ買うときと買わないときあるかな。なんかこれ今の自分に良さそうみたいなのがあったら買うかな。あんま無理して買うってことはないかもしれない。おみくじで大吉引いたらそのまま持って帰る？ああ、持って帰るかな。神社に結ぶ時もあったけど基本的に持って帰ってた気がする。かな、まあ、それか写真撮って神社に結ぶみたいなこともあったけどね。はい、というわけでじゃあ今日はここら辺で終わりにしたいと思います。昨日はねちょっと終わった後さ、一応ベッドの上でストレッチとか頑張ってしたんだけど、そこでもう力尽きました今日もちょっと力尽きそうで怖いんだけど、ちゃんとお風呂には入って寝たいなと思っております。じゃあランキングを読んで終わりますね。13位から13位ヒロ08さん、12位忘れた場合さん、11位メソさん、10位オクタゴンさん、9位飯田ひろゆきさん、8位カラスのかあこさん、7位マモさん、6位夏目さん、5位ろみつさん、4位海指さん、3位玉国さん、2位はやちゃんさん、1位がアンキーさんでした。はい、というわけでじゃあ今日も見てくださってありがとうございました。おやすみなさい、また明日。